北海道札幌でレンタカーを借りて道の駅マオイの丘公園へ行きました。そこで見た巨大キャベツが大きいこと、本当にびっくりしました。これからおにぎりあぜっこさんに向かいます。薪かまどで炊いたご飯で作るおにぎり、きっと美味しいですよね。具材が20種類ぐらいあって、その中から2種類選んで電話で予約をしておきました。どんなおにぎりに出会えるのか楽しみにして向かっています。それでは最後までぜひご覧ください。あぜっこやってまいりました。あぜっこやってまいりました。あ、本当だ、あの突き当たりだ。美味しそうでしょ。マジで？入り口右手か。ああ、そういうこと。あ、そんな違いがあるんだ。一番人気って何なんですか？マヨネーズ系。マヨネーズ系。あ、そうなんですか。入る方多いかもしれない。へえ。発表をいたしました。おにぎりが1個です。あそこで食べていいか。うん、すいません、あのそこで食べても大丈夫ですか？外の広場で食べても大丈夫ですか？あ、そういうことなんです。お持ち帰りになるんですって言ってたの。お持ち帰り、うん、ゴミは、うん、ゴミは持って帰る。あ、食べてもいいって。うん、いいよ、うん、ゴミだけは。うん、お米うちいっぱいある。すごいよ。出ないけど、シュポシュポできるんで。シュポシュポじゃないけど、これだってやっぱ。シュポシュポはできる。シュポシュポできる。これ動かすだけ。手でできるんじゃない。だからこれ動かすだけ。うん、それができる。ポンプで遊べるやん。すごいね。どちら？気がいいね。それかそこでもいいよ。気がいい。すごいよ、こんなとこでご飯食べれる。いい、美味しいよ。
マスク外してめっちゃ気持ちいい。ああ、田舎の香りがする、いい香り。なんとも言えない土の香りというか。すごい、10時2分に握りました。握った時間まで。おにぎりすごいですよ。ああ、涼しい。おにぎり、あぜっこさん、予約してました。予約してた、割引してくれたでしょ。うん、年表、なんか何パー言ったかな、5%だったか何パーか、値引きしてくれてる。うわ、何これ。すごいでしょ。すごい。そうなんです。なんか昔ながらのあれやね。そうなんです。わ、すごい。私がお米。お、これ何？筋子？筋子じゃない、筋子。では早速。では早速。いただきましょうか。いただきます。わ。米美味しいね、これ。うん、美味しいと思う。新米やし。ついさっきもなんか食べた気がするんだけど、気のせいやろか。なんか、気のせいやろか。朝起きて、今なんて10時でしょ。なんかさっき食べた。でも10時に食べるよって言うたよ。うん。いやいや、いや、そういうわけじゃなくてね。なんか食べたような気がある、記憶あるな、うん。中身が見えませんね。うわ。筋子や。筋子頼んで筋子出てこんかった。面白いけど筋子見えます？原型とどめてないで。うん。どんなの？混ぜてあんの？わかんない。切ったやつを入れてんの。見せて。わかんねえでば。あとで。筋子や。お漬物もあるよ。おこげです。私はおこげを頼みました。おこげはうまいわ。これちょっと一口ください。いや、ええ、もう俺食べへんね。食べた。これ割ってみせる。具材は何も入ってないの？はい、おこげがメインです。これが筋子。おこげだけ食べておこうか。うん、私おこげの方が好き。ご飯しっかりしてる。すごいよ、おこげ。筋子やな。あ、おいしい。ご飯、うん、美味しゅうございます。お米が美味しいね。その、これも食べてみたら。かかぶら、うん、これ贅沢で、贅沢ですよ。怖いな、うん、こんなとこで食べれるんだよ。なちょっと道沿いのあれけど、まあでもそんなしょっちゅう走ってないや、
静かになった。めっちゃ熱いんだよ。うん。おいしい。横にそれやる。うん。美味しいわ。うん。こんなんで出してる。出してる。すごいでしょ。タケノコ。漬物好きだ。なんかの赤かぶか。うん。甘酢漬け。お。あっさり甘酢、美味しいわ。いい音してるわ。めっちゃいい音。おいしいよ。でもうまい。でもあんまり見ないやつだよ。うん。ええとこですよ。ここでゆっくり朝ごはんいいね。そんなに食べてなくてよかった。漬けです。美味しいわ。すごいな。お米が美味しい。うん、そう、ご飯がやっぱ美味しい。うん。私は店内で食べれたみたいよ。おかしいっていうか、こんなんよ。うん、こんなんあると思ってた。だってもう紙袋でさえ手渡しじゃなかったよ。カゴに入れてこうやって。あー、ほっこりするね。でも一番人気マヨネーズ系って言ってたね。言ってたね。マヨネーズやね、おにぎり。人気あんやんね。だってそれご飯美味しいやん、うん、それが一番頭じゃないです。一番美味しいんちゃう。それおこげやろ、うん、で あと何にも味付いてないでしょ、まあ、ちょっと塩は入ってるやん、うん、それは本当の普通の白飯もあるの。あ、そう、うん、ご飯の味を味わえたそのおにぎりやな。おこげうまいわ。美味しかったわそれ。おこげ美味しい。迷わずおこげだった。朝でもトモちゃん、ヨウさん食べてったの？ん？食べてなかったの？うん。あ、そう。だってご飯はあれやもん、ひとすくい程度でとびっことサーモンと あとはデザートだよ。ヨーグルトと自分がヨウさん食べてね。私はこのご飯のために主食はほとんど食べてない。さっき食べたばっかりやるな思ってて、気のせいかな思ってまあ毎度のごとですよ。朝か昼とかわからない。いいやん。YouTube 始めた時の初回の時よりも5キロ痩せてるんやから。1年ぐらい。うん。5キロもっと太っとったよな、あの時。考えたら10キロぐらい痩せたんちゃう。皆様に見られてなんぼで痩せてきました。痩せなかった。20は分。あと1年後にはどれぐらいになってるの。いや、逆やと思うわ。お楽しみに。ともちん、ともちん言うてるちょ。どうなっているかを楽しみ。逆戻り。超リバウンドやったりする。うん、まあでも無理してないからね。うん。でもこんだけ食って痩せるってどうか悪いんちゃうかな思って。保険かけとか。なんだそれ。どっかのあのブラック企業と一緒や。保険かける。カツの濃いかきもちもやろ、うん、30分、うん、でぶらそうとしてる。いや、そんなことないよ。いや、たまたまよ。あ、そう。ぐるっと回ろうかなと思ったけど、美味しいもん食べるのはそれはいいことやけど、すごいな、いっぱいある。うん、でも冬場はもう来られへんけどな、うん、夏場っていうか春先とか5月、6月ぐらいから来てどうだろう、10月末ぐらいまでか、11月までいけるか、いろんな
腹ペコパン屋とか。見どころ結構いっぱいあるね。あるね。しかしこれ日差しなんなん、これめっちゃ暑ない？これだけ？日差しがきつい。きついよね。うん、お肌がちょっとやばいわ。じゃあ次の場所へ。あぜっこさんのおにぎり。本当に美味しかったです。ぜひぜひ皆さんも立ち寄って食べてみてください。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。おにぎりあぜっこでございます。お昼時になったらすごいパン屋というか。あ、すごかった。今のところだったね。うん、美味しゅうございました。美味しゅうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。